DHCP スヌーピングの仕組みの例、コンピュータネットワークにおいて DHCP スヌーピングとは DHCP インフラストラクチャのセキュリティを向上させるために適用される一連の技術である。DHCP スヌーピングはスイッチングハブにおいて DHCP サーバが乱上のクライアントとの間でやり取りする DHCP メッセージの中身をスヌーピングし、 不正な DHCP サーバーや不正な DHCP クライアントからのトラフィックを防止する。右の図の例では正規の DHCP サーバが接続されているポートのみをトラステッドポート、それ以外をアントラステッドポートとし DHCP サーバから送られるメッセージがアントラステッドポートに届いた場合はそれを発揮する。これにより不正な DHCP サーバからのメッセージが クライアントに届かないようになる。また、DHCP トランザクションを正常に完了したホストに関する情報はスイッチ内のバインディングデータベースに蓄積される。このデータベースは他のセキュリティ機能やアカウンティング機能によって使用することができる。この他、DHCP スヌーピングデータベース情報を使用してレイヤー2スイッチドドメインの IP の整合性を 保障することがある。この情報により、ネットワークは次のことが可能になる。ありがとうございます。